こんにちは。南十三世滝の町の宿根、竹内睦弘です。今日も百人一首です。今日の百人一首は、結構有名じゃない人なんです、皆さん。これは、霊山法師っていう方で、これ知ってる方あんまりいないと思うんです。古今は、百人一首に詳しい人じゃないと、ちょっと出てこない人と思うんです。で、一応、天台宗の、祇園園の別当なんですが、正直なところ、お父さんもちょっといろんな説があって不明、お母さんもちょっといろんなことがあって不明なんです。だから謎の人物なんです、この人。謎の人物の人なんです。ただこの人の歌がなんとなくこうどうなんですか。これ恋の歌じゃないですかね、皆さん。でも出世できないっていう悲しみの歌でもないんです。そうじゃない歌なんです。しかも本飾りで秋の夕暮れを使ってます、結句に、最後に。読んでみましょう。霊山法師百人一首第70首。寂しさに宿を立ち入れて眺むれば、いずくも同じ秋の夕暮れ、あんまり寂しいんで耐えかねて自分の家出て、ちょっとあちこち見ると何にもない心を晴れ晴れとするものは何にもないってなんと寂しいんだ、秋の夕暮れよまさに今の俺の気持ちや周り見ても何にもないやもん。コンビニもない、スーパーもない、あんのは雑草だけや。あ、唯一救いはもみじ、カエデがね、ようやく紅葉になってきました。秋の夕暮れですよね全く同じ気持ちなんですしかしですね、この歌をですね、定価を選んでるんです。心に込めて読めばそういう気持ちになってると、定価も同じような気持ちになってるはずです何にもない周りって ただ一応これ応援者の方は寂しいことを呼んでるけど、いずこも同じってことは救いなんです。結局どこに行っても心だろ、心じゃないかって、何もないけど結局いずこも同じだと、心だと、いずこも同じっていう部分がグッとくるんですよ。グッとグッとね、何もないって嘆いてるだけじゃないんですよ。いずこも同じだって、そんなんで嘆いてもいけないって言ってるから、実はこの人は嘆いてるようだけど心の中は明るさなんですよ、多分。案外いて座かもしれませんね僕いて座なんでなんか案外いて座かと思います、なかなか暗そうな歌なんですが、いずこも同じって言い切ってるところが
悲観の歌ではないと判断しました。それでは皆さん、また。